こそ最強の解決策であるようなのでいつもながら興味深かったところをメモしていきます。 え、チョシチャーはですね、マッシュウォーカーさんですね。カリフォルニア大学バークレイコー校教授です。で、2018年の本ですと。で、まあ本を読む理由なんですけど、まあ睡眠系のね、本っていうのをまあ今まで結構読んできたんですけど、新しい知識を得られるかなと思って読んでいましたと。で、内容紹介は、記憶力、想像力、ダイエット、免疫力、幸福度、長寿、科学的エビデンスで続々証明、すべてのパフォーマンスが驚異的に高まる NBA、F、NFL、プレミアムリーグ、ピクサー、世界最強の睡眠コンサルトをしている、えー、人生を今すぐ変えるたった一つの方法。 たった一つたった一つなのかうまあ、い,いか。はい。うーん、どうしようかな。あ、まあ、一番最後から説明しようかな。一番最後、えー、っと、いい眠りをするための重要なアドバイスというのがありましたので、まあ、これをやってもらえたらって感じですね。はい。一番大事なのが、いつも同じ時間に寝て、同じ時間に起きること,ってことですね。えー、人間というのは習慣の生き物なので、まあ、いつも寝る時間といつも、えー、起きる時間というのが決まってた方が、まあ、睡眠の質が良くなります。あと、夜寝る前に運動しません、えー。夜寝る前っていうのは、まあ、 30分前とか良くないですよね。えー、2時間前までには運動をやめておきましょうと。あと、カフェインとニコチンっていうのは覚醒作用があるからやりましょうと。あと、寝る前にアルコールを摂取しない、まあなんかうん。眠りが浅くなっちゃいますよね。眠りが浅くなっちゃいますし、まあ、トイレにも起きちゃったりするので、あんまり良くないですね。あと、夜の遅い時間に大量の飲食をしない。まあ、これも当たり前ですね。えー、胃腸にエネルギーがいっちゃうので、うまく寝れません。はい。可能なら、えー、睡眠を妨げるような薬を飲まない。薬もね、あんまり良くないらしいですね。やっぱり、睡眠薬とかっていうのがね、うん、まあ可能ならね、あんま飲まない方がいいです。あと、午後3時を過ぎたら、えー 昼寝しない、まあ、これも当たり前です、ねはい、寝る前に楽する、はいえー。寝る前にお風呂に使う。なんかその体温が下がる時お風呂に出た後 体温が温まって下がっていくときに、えー、ちょうどね、眠気っていうのが来るらしいので、うん、90分前ぐらいにお風呂入ってたらいいですよってことですね。あと、寝室を暗くすると、寝室を涼しくする。えー、寝室にデジタル機器を持ち込まないってことですね。はい。あと、日中に太陽の光を浴びましょうと。最低でも30分程度浴びた方がいいってことでした。はい。あと、眠れないままずっと布団の中に飲むよくないってらしいですね。20分以上寝られなかったら、えー、布団から出て眠くなるまで何かリラックスできる活動をしましょうと。まあ、この辺やってもらったらよく眠れますよということで。はいはい。戻りまして、興味深かったところをメモしていきましょうと。 睡眠という謎と。な、え、ん、ーね、で眠るのかっていうのはね、明確な答えを今までの科学っていうのは持ってなかったらしいですね。えー、だって、まあ、眠らないように進化したらいいのに、ね、24時間のうち8時間ぐらい寝ちゃうじゃないですか。このね、寝てる間っていうのは無防備だし、まあ、何にもできないから、まあ、結構良くない、えー、もったいないような気がするんですよね。まあ、でも、生物は全て眠りましょう え睡,眠に睡眠っていうのは不利益を補ってあまりあるほどの大きな利益があるっていうのが、ね、考えられてるんですね。で、20年ほどで、まあ、睡眠の謎が、えー、解明されてきましたとてか。結構ね、20年ぐらいなんですね、睡眠の謎が解決されてきたっていうのは。はい、で脳は、えー、学習記憶判断など、あ、寝ることで、寝る眠ることで、えー、学習記憶判断などが強化されますと。えー、夢、つ、え、ら、ー、い記憶を和らげたり、過去と現在の知識を融合させて、創造性を刺激したりする働きがあると。あと、体は免疫機能の向上とかがありますと。まあ、すごくね、うん、その不利益、えー、寝る時間というね、その8時間とか、 が、まあ、もったいない気もするんですけど、まあ、それを、えー、補ってあまりあるほどの、えー、大きな利益が眠ることにはありました、えー、あと食事運動睡眠のうちどれが健康のために最も大切でしょうか、はい、きちんと眠れなかった一日不健康な食事をした一日運動不足の一日を比べると最も悪影,悪影響が大きいのはきちんと眠れなかった一日だってまあこれはね、えー、まあ、経験ある人だ誰でもねあると思うんですよね、うん、眠れなかった日の次の日とかまあ最悪ですもんね、はい はい、朝方人間、夜方人間がいる理由なんですけど、これはねほぼ遺伝で決まりますと、えー。夜方人間の人がだらしない生活を送っているわけじゃないんですね。えー、社会の生活が朝方に合わせて作られていますと。で、あのあこれねすごいその、人間がまだそのこ,んこれだけ科,科学が進化してない、もっと昔昔のことですよね。まだ人間に外敵という、ねまあ、猛獣とかに襲われる時があった時か。 だったら、えーまあ、みんなが一緒に寝て、みんなが一緒に起きてたら危ないんですよね。8時間ぐらいすごい外敵に襲われる危険性があるじゃないですか。だから朝方と夜方がいればその、襲われそうな時間を短くすることができるんですね。ということで、朝方と夜方が、まあ、群れに行った方がいい。ということでね、まあその、そういう遺伝に、遺伝的に進化していったんじゃないかなって話です。はい、あとメラトニンですね。あ睡眠系の本読んたら、まあ、メラトニンよく出てくるんですよね。まあ、メラトニンの説明はいいか。はい。 アデノシンか。アデノシンの説明もいいか、まあそのアデノシンっていうのは起きている間ずっと増加してくるんですよね。で、ずっと増加していって、それが溜まっていくと眠りたいってことになるんですね。で、この現象睡眠には注います。ただ、このアデノシンから出る睡眠信号っていうのを消して眠気を覚ます化学物質があります。それがカフェインということです。 でカフェイン飲んじゃったら、それがね、このカフェインの効果が半分になる時間っていうのは、えー、平均して5時間から7時間なんですよね。だから夕食後にコーヒー飲まない方がいいですね。えー、良質な睡眠をとりたいんだったら、えー、夕食後にカフェイン、カフェね、コーヒーを飲むのやめましょう。あと、カフェインをの取り除いたデカフェっていうのがあるんですけど、まあ、デカフェも、えー、15から30%カフェインが含まれているので、やっぱりね、あんま夜は飲まない方がいいんじゃないかなって感じです。あと、ノンレム睡眠とレム睡眠の話かな。うん。 ノ、ね、ンレム睡眠で、えー、情報を整理してレム睡眠で情報を統合してるってことですね、えー、レム睡眠がその浅い睡眠ってやつですねはいで夢を見るように進化したっていうのも面白かったですねすべての生物は眠ると、えー、ノンレム睡眠がありますとしかし昆虫両生類魚ほとんどの蜂蝶類はレム睡眠があるという明らかな証拠はないんですって でそのレム睡眠っていうのはその夢を見る時間帯のことなんですけど、まあ、時間というか夢を見る睡眠のことか、まあ、90分ごとに交換しますよねノンレム睡眠とレム睡眠が90分ごとにくるくるやってて、まあ、そこでねそのレム睡眠の時に夢を見ますって言うんだけどそのレム睡眠っていうのは進化的に見れば新しいことになるんですね。で想像する夢が見えるからこそ人っていうのは想像性を高めて文化を作る要因になったんじゃないかとも考えられてたりするらしいです。 ただし、えー、哺乳類の中でも、クジラなどの水生哺乳類というのはレム睡眠を、ね、しないんですって、まあ、哺乳類全員がするわけじゃないんですねで。さらに面白いことに、アザラシやセイウチなどの棄、えー、脚類というのは、陸上にいるとレム睡眠とノンレム睡眠をするんだけど、海の中にいるときは、ね、レム睡眠をしなくなるんですって。いやー、なんかね、面白いですね。はい。あと、二層睡眠というのもね、なるほどと思いましたね。電気のない世界だと、まあ、ケニアに飼料採集民ですね。 人たちっていうのは、まあ、夜に7時間寝て、まあ、昼に30分から60分間の昼寝するんですってだからやっぱこれがね人間らしいんですよ、えー、夜に寝て昼にもちょっとお昼寝をするっていうのがまあ昔ながらの人間まあ人間の遺伝子に刻まれたってものなんですねはい、えー、霊長類の眠り時間もねあ,あなるほどと思いましたねえっとね人間以外の霊長類っていうのは10時間から15時間寝るらしいんですねただしその中の睡眠 のの中のレム睡眠っていうのはたったの9%なんですねレム睡眠の長さは、えー、人間は平均して8時間しか寝ませんしかしレム睡眠の長さっていうのが20から25%あるんですって、まあ、これは何でかというとその地上で眠ることを選択したってそのお猿さんとかっていうのは外敵から身を守るために木の上で寝ますよねでも人間っていうのはもう地上で眠ることを選択したんですよねそうするとまあや,やっぱり外敵に襲われる危険性が出てきますよねだからより短いい時間で質の高い睡眠を 確保する必要がなりましたとその結果人間の眠りは短く深くそしてレム睡眠が多いという特徴を持つようになったと考えられているらしいですね。 あとと赤ちゃんとレムお腹の中の赤ちゃんっていうのは、ノンレム睡眠とレム睡眠がおよそ6時間ずつ、そして残りの12時間はノンレムともレムともいえない中間の眠りらしいですね。で、妊娠後期になった時のお腹の赤ちゃんっていうのは、トータルの睡眠時間っていうのは減ってくるんだけど、それに逆行するようにレム睡眠だけは爆発的に長くなって、妊娠の最後の2週間になると、胎児のレム睡眠は1日に9時間近くにもなるんですっ、ね、て。で、最終週になると、えー、生涯最長ともいえる12時間の、ね、レム睡眠をとるらしいですね。いやおもろいですね。なんか何の違いがあるんでしょうね。 で睡眠の効果っていうのはあここから睡眠の効果の話ですね、えー、記憶力を高めるということをしますあと運動スキルも高めるんですねやっぱりその眠っている間に、えー、学んだこと日中に学んだことっていうのを整理するんでしょうね。 で睡眠不足っていうのが、まあ、ね、どこの先進国も問題になってるんですけど、いろいろ問題がありますと、判断力が鈍ります、あとアルツハ,ハイマー病になりやすくなりますと、あと食欲が増すんですね、食欲が増すって何でかっていうと、まあ、満腹感を知らせるホルモンであるレプチンの分泌が減って、食欲を刺激するグレリンの分泌が、ね、増えちゃうんですって、うんまあ、不思議なんだけど、それでね、まあ、太りやすくなっちゃうんですね。うん、ということで、やっぱ寝ましょうってことですね、えー、っと、あとこの面積、免疫もおもろいですね、これ科学的に証明されたらしいんですよ、サラタンだってされたらしい、名疫もあるらしいですね。 ただ、名疫義務っていうのがその有害なのか、有益なのかっていうのは分かってないらしいですね。あと睡眠薬はですね、えー、っとね今も昔もアルコールと同じ働きをするらしいですね。えー、だから、えー、脳の外側だけを眠らせているに過ぎなくて、うん、結局ね、ちゃんと深い眠りじゃないらしいですね。だから、日中眠くなりますと。で、睡眠薬を取ってたら、薬物体制によって睡眠薬が効きにくくなりますと。だからね、もう不眠症をね。 えーまあ、睡眠薬を飲まないと眠れない体になっちゃうらしいですね。あと、その睡眠薬を服用してる人っていうのは、まあ、服用してない人に比べて死亡率も高くなってるらしいですね。ただ、この辺はもう製薬会社がガンガン隠蔽して、隠蔽,まあ、隠蔽って言ったら表現悪いか、うん、あんまり発表しないことなんで、うん、これはね、また難しいとこですね。あと、不眠治療で最も効果が高いのは、この認知行動療法なので、まあ、不眠症で悩むなら、やってみようかなと思いました。あでさ、えー、最初に言ったジュリーのドバイスですね。 で感想なんですけど今まで読んだ睡眠系の本の中で一番内容が多かったですねまあその分読むの大変なんですけどうん結構ねいい本かと思いましたねあもうがっつりこれ一冊あったらもう睡眠のことを大体分かっちゃうよっていうような本かと思いましたはいじゃあ今回これで。